おはようございます。キュートハウスです。2023年7月の13日木曜日です。今時間は朝の8時半です。この子たちはね、新しいご家族が決まっております。手前の子は九州の福岡、向こうの子は同じ名古屋市の、中川区に、行くことが決まっております。とってもね、元気で立派に育ってくれております。この子たちの間に1羽いて、残念なことに巣箱の中で亡くなっていたんですが、なので体格差がありましたけど、だいぶ下の子ちゃんが大きくなってきました。ここからまた一気に、成長していきます。黄色はね、この上の子の方が強いですけど、下の子も黄色いのが徐々に出てくると思います。頭のところだけはね、出てきましたが、下の子ちゃんは今度の日曜日か月曜日にママさんがね、お迎えに来てくださいます。なのでこの大きい上の子ちゃんだけちょっとしばらく一羽で過ごすことになりますが、いっぱい遊んであげたいと思います。皆さんに将来ね、見ていただくために動画を残しております。ぜひぜひ大きくなった時にね、こんなちっちゃかったんだって見てあげてください。うち出たね。今日も名古屋はね、暑くって、そして昨日同様ゲリラ豪雨みたいに雨が降るそうです。お出かけの方たちは皆さん、気をつけてくださいね。はい、そして巣箱の中からちいち声が聞こえます。小桜インコのひなが帰っております。巣揚げをしたら巣箱を全部撤去しようと思いますので、小桜のひなも何ヶ月か見れないと思います。名古屋までね、お迎えに来てくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお迎えよろしくお願いします。大事にね、育てていきたいと思います。ちょっと甘えん坊さんだからね、大変かもしれませんけれども、かわいいかわいい、みんなかわいいかわいいです。コンパ丸名古屋店さんの方にもキュートハウスの、ひなちゃんが数羽おりますのでね、よかったら見に行ってください。ブリーダーをしてますといろんなことがありますが、皆さんに支えていただいて、これからも頑張って続けていきたいと思いますが、もう増やさないので
小桜のひなも鱗のひなも毎日がカウントダウンのように最後の子だなと思いながらお世話していきたいと思います。鱗はねまだペアが1歳2歳のペアなのであと数年見れると思いますけど、もう小桜はねどんどん減ってくると思います。キュートハウスからお迎えしたいって言ってくださる方も時々いますけど、小桜のひなはもう減ってきますのでね、ご検討の方がいらっしゃいましたら今のうちにお迎えをよろしくお願いします。わたわただね、おパンツ、わたわたおパンツが出てきたね。アメンボちゃんです。甘えん坊じゃないよって、甘えん坊ちゃんだがね、ね。ずっとこうやってね触っていて遊んでいたいんですが、いろいろ用意もありますので今日はこの辺にしようかね。ねえ、ちょっと眠たくなっちゃうと手をどかしにくいですが、元気で長生きをしてくれると嬉しいです。皆様どうぞどうぞよろしくお願いします。ではでは、ちょっとごめんよ、ちょっとごめんよ、ああ